スターリツァの紋章、スターリツァは、ロシアのトベリ州の都市。バルダイ丘陵の東部に位置し、ボルダ川の上流にスターリツァ川が合流する町で、トベリからは南西へ 77km。人口は9125人。最寄りの鉄道駅は 12km 離れたところにあり、モスクワサンクトペテルブルク間の幹線からリホスラブリで、 別れトルジョークルジェフブヤ島を結ぶ、四川城にある。ボルガ川沿いに立つ生新城終身修道院スターリツァー、とボルガ川聖ボリスとグレブ大聖堂この町は1297年、ゴロドクという名で設立された。1365年には、ボルガ川右岸の高地から、左岸の低地に移転した。新しい場所にできた町は、ノービーゴロドクと呼ばれた。 15世紀以降、町は、スターリツァの名で呼ばれるようになった。しかし、スターリツァには、老婆の意味もあるため、スターリツァの紋章には誤っておいた二層の絵が、あしらわれることになった。かつて強国だった、トベリ広国の支配下にあったスターリツァは、1485年には、広国の他の部分とともに、モスクワ大広国に併合された。16世紀初頭、 モスクワ大公イヴァン三世のバッシアンドレイがスターリツァ公になり、さらにその息子ウラジーミルに受け継がれた。彼らの下でスターリツァの街は黄金時代を迎える。イヴァン四世が重病に見舞われた時、ボヤーレたちはその息子でなくウラジーミルを後継者にしようとした。この事件以後、イヴァン四世はスターリツァ公が 自分に対する陰謀を巡らせていると思い込み、ウラジーミルとその息子たちは毒薬を飲まされ、ウラジーミルの娘マリアスター・リツカヤを除き一家は全滅した。ウラジーミルの時代の繁栄ぶりは、生神女終身修道院にも見ることができる。1775年には、軍の中心地となった。第二次世界大戦では、 1941年10月から1942年1月までの間ドイツ軍に占領されている。町はボルガ川で二分されており、左岸の大きな市街地の側と右岸のモスクワ寄りの小さな市街地に分かれている。近隣には大理石の石切り場の跡地が多く、町の建物も大理石の建物が多い。 これらの石切り場は18世紀から19世紀にかけて、町の人々が大きな計画もなく採掘して、形成されたため巨大な地下迷宮のような状態を、呈している。右岸には、大きな土堀や城壁など、中世の町の遺構が残り、一方左岸には1530年から建てられた、精神助修新修道院の大理石の白い聖堂や、18世紀や19世紀に、建てられた、 聖堂群がそびえる。街に立つ聖ボリスとグレブ大聖堂は1805年から1820年にかけ建設された新古典主義建築の壮大な建物である。その場にはかつてモスクワの聖、ワシリー大聖堂も手掛けた職人たちが1560年代に建てた多数の戦闘のある古い聖堂があり、ロシア建築の奇跡の一つとも称されていた。 モスクワ大公のイヴァン・ライテイとスターリツァ公のウラジーミルが兄弟であったように、モスクワの聖、ワシリー大聖堂とスターリツァの聖堂も体になる、姉妹のような建物だったともされる。スターリツァの主産業は、織物産業、天の加工業、機械工業、野菜を生かした、食品工業などである。ありがとうございます。